Xin chào các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp thầy Umeda. Người rất là yêu Việt Nam, rất là giỏi tiếng Việt, học tiếng Việt rất là siêu nhân trong vòng có 2-3 năm thôi. Và hiện nay đã đến Việt Nam và sống ở Việt Nam. Đó, thì chúng ta hôm nay vừa tìm hiểu về thầy và vừa chúng ta nghe tiếng Nhật. Và chúng ta coi, học cái cách nói chuyện tiếng Nhật khi mà hai người trò chuyện với nhau nhé. Hãy, Umeda-san, konnichiwa. À, Mia-san, konnichiwa. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Umeda-san ga desu ne, sugoku Vietnam no koto ga suki de, Vietnam go ma o shouzu de, ということで、あの、いろいろ聞いていきたいなと思いますけれども、まず、あの、ちょっと遡ってですね、3年ぐらい前ですかね。まあ、ちょっとベトナム語の話の前に、なぜベトナムに興味を持ったのか、ということを、そのきっかけをぜひ教えてほしいです。そうですね。一番初めは、そうですね。3年前ですね。3年前。はい、3年前は、まあ、私は大学生だったんですけど、大学でたまたまベトナム人の人たち何人かと出会ってですね。その時私、ベトナムとか、タイとかよく東南アジアのことを全然知らなかったんですけど普通はそうですよね。そうですね。はい。で、大学であのベトナム人何人かと知り合って、で、まあ、その人たちが私の恋人になったりとか、で、あと、まあ、そうなんですね。あと、まあ、友達にもなったりとかしたんですけど、その人たちと、まあ、あのどんどん親しくなっていく中で、あのベトナムの国についてとか、あとベトナム語についてもあの興味が、出始めました。はい、皆さん、あのここで一つ勉強になりました。外国語がこう上手になるためには、彼女を作る、その国の彼女を作るということですね。はい、まあ冗談ですけれども、まあ一つの方法ですね。はい、一ついい方法だと思います。その時のベトナム人の印象って何だったんですか？そうですね、まあ、その時私があったのは、まあ、2人か3人ぐらいだったんですけど、初めに思ったのは、初めて会った人でもベトナム人は話しやすいっていうことですね。そうだね。まあ日本人だったら初めて会う人と話すときってもう本当に恥ずかしくて、もう全然話せなかったりとかすることが多いんですけど、恥ずかしかったりちょっと躊躇するって感じですよね。はい。まあでもあのその時会ったベトナム人は、まあ、初めて会った私のことを全然怖がらないし、はい。で、あのすごく楽しく話すことができたので、もうすごく印象は良かったです。そうなんですね。はい。その後、真剣にベトナム語を学ぼうとしたのは、いつからですか？多分、まあ、その人たちと知り合ってから3ヶ月後ぐらいかなと思います。なるほどですね。一緒に本屋さんに行って、あの、初めての教科書を選んだんですね。はい。はい。で、まあ、私はその教科書で、本当に、しんちゃん、こんにちはとか、基本から勉強し始めて、あの、まあそうですね、基本を勉強しました。なるほどですね。はい、そのシンチャを言って、ベトナムの友達の反応はどうだったんですか？はい。まあ私、まあシンチャオって、まあザウフェンがありますけど、私、ザウも知らなくて、シンチャオって言ったと思います。まあ変なベトナム語ですけど、友達は理解してくれて、あーって反応してくれましたね。嬉しかったんですか？はい、すごく嬉しかったです。まあ僕らのベトナム人と一緒で、初めてこう、まあ、こんにちは、私はギアです、ハノイから来ましたみたいなことを言って、日本人が理解してくれた時もすごく嬉しかったんですよね。あ、それ多分共通だと思います。はい。真剣に勉強してから今まで多分2年ぐらいだと思いますけど、はい、どうやってこうそんなに速いスピードで上手になれたんですかね。すごくもうシンプルにあの知りたいんです、気になってるんですけど。まあそう言っていただけて本当にありがとうございます。まあそんなに私うまいかな、わからないんですけど、まあ一つはあの勉強したことをすぐに使うことができる環境があったからだと思います。なるほどですね、はい、周り全部ベトナム人の友達ですからね。そうですね。ベトナム人の友達も、昔から多かったので、うん、だから、まあ、例えば私が新しい文法とか、まあ、新しい若者言葉とか、まあ、インターネットとか本で勉強したら、それをすぐに友達に対して使って、で、あれ？友達なんかわからない感じだなとか、まあそういった反応をすぐに得ることができる環境があったので、それがまあ、そうですね、少し早い成長につながったかなと思ってます。なるほどですね。面白い話ですね、皆さん。これがすごく僕らの、ベトナム人にとっても日本語を勉強するときに活用できる方法だと思います。あ、はい。
それから日本語教師になろうとしたのはなぜなんですか？あ、はい、少し話が長くなるかもしれないんですけど、大丈夫です。はい、まあ、さっき言ったようにベトナム人 の、 友達が周りにいたんですけど、それとは別に Facebook でもたくさんのベトナム人とメッセージしてたんですね。、はい、そうなんですね。そうなんです、はい、でたくさんの人と、メッセージする中で、私が彼らに日本語を教えて、はい、で彼らが私に、ベトナム語を教えてたんですね。はい、でそのやり取りをする中で、ああ外国人、まあ、ベトナム人ですけど、ベトナム人に日本語を教えるって結構楽しいなって思い始めて、はい、でそれが日本語教育に興味を持つきっかけになりました。そうなんですよね、まあ、外国人に母国の言語を教えるのは楽しいですもんね。はい、楽しいです。今ベトナムに来て何ヶ月目でしたっけ？4月の8日に来たので、今でちょうど3ヶ月ぐらいになります。3ヶ月ですね。はい、どうですか、どうですかという質問はちょっとあれなんで、ベトナムに来て、はい、驚いたこととか、うん、ベトナムのいい面とか悪い面、いいこととか悪いことがあれば、ぜひその詳しいエピソードも含めて教えてください。はい、そうですね、ベトナムに3ヶ月ぐらい住んで、まあ、そうですね、いいところも悪いところも少しずつ見えてきました。はい、まあ、いいところはそうですね、まあ、考えたらすごくたくさんあるはずですけど、まあ、私にとって一番印象に残っているのが、はい、家族のつながりですね。なるほど。はい、まあ、ベトナム人の人にとっては普通って思うかもしれないんですけど、日本人の私にとってベトナム人の家族とか、あと友達とかのつながりは本当に強いです。はい、もう私の今の恋人とか友達を見ても、本当に毎日ビデオ通話でお父さんとお母さんと話したりとか、まあ、しなくてもメッセージとかですねしてるんですけど、もう私にとっては本当にすごいことです、それは。はい、なんでかっていうと、日本だったら、あ、もちろん日本人の家族でも愛情はありますよ。もちろん、はい、愛情はありますけど、でもやっぱり、子供から大人になっていくにつれ、だんだんコミュニケーションがちょっと少なくなっちゃってるんですね、日本だったら。はい、それはなぜだと思いますか？いや、多分社会的な理由かな、まあ教育かな、たくさん理由があると思うんですけど、私の中では多分個人主義が台頭してるからだと思います。まあ、例えば自分のことは自分で考える、他の人には迷惑をかけない、他の人のことにはあまりうるさく言わないとか、結構その他の人に迷惑かけてはいけないとか、自分のことは自分でやるとか、そういった考え方が影響してるんじゃないかなと思ってます。なるほどですね。子供側はこう自由になりたいし、うん、親に迷惑かけたくないし、うん、で親側ってその子供を自立させたいっていう2つの側面があって、そうなってるんじゃないかなと思います。それは、まあ、もちろんそれはいいこともたくさんあるんですけど、ええ、そういうことによって親と子供の何ですかね、うん、愛情が薄れていく一つの要因だと思いますね。はい、そうですね。いいことか悪いことかって結構まあ難しいところだと思うんですけど、うん、結構アメリカとか日本とか発展した国で今結構孤独、うん、まあ、寂しさっていうのが問題になっていると思うんで、それと比べるとベトナム人の人って本当に友達とか家族とよくまあご飯食べたりとか、よくまあコミュニケーションしてるんで、そこが本当に魅力だと思います。そうですね。一番美味しいご飯はお母さんのご飯ってよく言いますね。ああ、はい、じゃあ悪いところをあえて言えばどんなことですかね。悪いことですか？はい、まあそうですね、まあ、本当にこれは一部の人なんですけど、うんうん、やっぱりまあ、外国人ってベトナムに来てる外国人がお金をたくさん持ってると思ってるんでしょうね。結構ぼったくりされる時があります。まあ、一部の人はね。そう、まあ、一部の人ですけどね、うんうん、はい、まあ、例えば、まあ、家を買う時とか、まあまあ、アパート借りる時とか、まあ、果物買う時とか、まあ、私の顔見て、お、日本人がお金たくさん持ってるかなって思って本当はバムアイギンだけど3万円って言ったりとか2倍じゃん。2倍ありますよ結構。はい、なるほど、はい。まあ、一部そういう人もいると思います。そうですね、まあ、悪い面も、いい面も含めて全部それがベトナムですから、ベトナムが好きということですね。
そうですね、まあいいところも悪いところも含めて私はベトナムをまあ愛してます。なるほど、わかりました。今日は面白い話をありがとうございました。はい、では皆さん、また、次回の動画で、ちょっと次回の動画でお会いしましょうという前に、もし梅田先生に質問などがあればぜひコメント欄に書いてください。では次回の動画でお会いしましょう。 See you, ciao, goodbye.